猫の動画を見ると、精神的にいいという、これはまあなんとなくわかる話なんですが、いわゆる研究結果というのが出ているんだそうです。ある、メンタリストさんの、動画で知りました。で、ちょっと考えてみたんですけれども、ジャン君とポンちゃんの、まあなんていうかな、たまたまできてしまったチャンネル、ジャン&ポンという、チャンネルがあるんですが、そちらの方で企画ものをじゃあ作ろうかなと思っていたところ、ちょっとアイデアが出ましたので、まるで18分間猫を撫でているかのような動画、これどうでしょう、今ちょっと制作中ですこれね、その動画を見ながら、猫のようなクッションとか、ブランケットのようなものを手にしながら見ていただくといいというのを今制作中です。ちょっと頑張って癒すよ。皆さん、これ出てきましたよ。はい、スイッチ。あ、そうか。ぐれちゃった。はい。まだ弱でいいね。はい、どうぞ。ジャン君、ビビったんですか？ちょっとなんかね。ポンちゃんどうぞ。三脚の。気づかれてない。よいしょ。ポンちゃん。まあ、そのうち来るか。気づくときはもう持ってくるときに気づいてるのにね。うん、カメラの用意してたのがいいかな。なんだっけ、三脚のカシャッカシャッって音がね、だからね。じゃんじゃん、じゃんくん。うん、じゃあ、さあ、ご飯を食べましょうか。何を引いたの前で巨大喧嘩してるんですか。あったかくてウキウキしちゃったの。はい、ジャン君、最近はだいたいジャン君が悪いね。ジャン君、あいで、あいで、あいで、ジャン君、あいで。ねえ、ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃん絶対ここから動きたくないのね。
よいしょ、うん、はい、定期的に起こる事件発生しました。会長になんかいろいろ作業をしていたところ、このコンピューター起動はするんですけど、そのまんま再起動を起こすというのがずっとループしてたのが、とうとう再起動せず、起動の途中で終了。さあ今日は一日、本当は生配信をする予定だったんですよね、心の中では。今日は日曜日ですが、マックとの格闘の日になってしまいました。残念。はい、マックとの格闘はまだ続いております。なんだかんだとPラムクリアをしてみたり、シフトを押すのは何だったっけね、セーフティーなんちゃら起動っていうやつですかね、それをやるたんびにですね、ちょっとずつ様子が変わってきてですね、一旦は再起動、起動するときに途中でまたシャットダウンしてしまうっていう現象から、今白いまんま動かなくなっております。まあ、動かないのは悲しいことなんですが、もうね20年以上前から付き合っているマックですから、まあこの人じゃないよ前の代ね、こんなことしょっちゅう起こします。なので、少しでも変化があることを今喜んでいます。これをあと1時間ぐらいずっと眺めてですね、何も起きなかったら一度また電源を落として立ち上げ直すと、その際に、シフトと、シフトのみと、コマンド R とシフト、コマン、じゃ、コント、ん?あれ?コントロール。シフトコントロールオプション。これがね、電源キーっていうのは、このコンピューターの電源だとちょっと変だなと思ってるんですが、まあ、またやってみます。はい。わらをもすがる気持ちで、D を押しながら再起動したらなんか音がしちゃった、ハードウェアのテストっていうのが出たので、ハードウェア関係ないかなと思うんですが、一応やっています。これ長時間かかりそうです。